水路観測所は水路測量に関する事務及び広報に必要な測地に関する事務を所管する海上保安庁の施設である。下里水路観測所のみがある。法令上の管理運用担当者を置かない施設である。海図作成における測地及び海上運航の際の目安となる天体等の観測を行うことによって天文公開歴の作成を目的に設置。現在は GPS などへの置き換えが進んできたため、それらが活用される範囲は減ってきているが、海図上の基準となる方位測定や位置測定を目的に、現在も運用を実施している。閉鎖された白浜及び微生の両水路観測所は、微生水路観測所の場合には近くに微生点問題が解説され、 天体観測が行われており、そちらでの観測データが優れており閉鎖することにした。白浜水路観測所の場合には、同地域の気象条件が良くないことなどから閉鎖することにしたものである。現在、測地形の維持や精度の向上を目的として活動を行っており、国際協力によって防災などに役立てるため、国立天文台や、 公開天文台から得られるデータも参考にしながら運用を行っている。天文公開歴の場合には、基本データについては、下里で観測されたデータを基準にして、国際測地形での補正を加えたものを一般向けに販売しているものである。その他、インターネット上では、海洋測地形の水準点にあたる、箇所の潮位緩慢時刻などを公開している。 下里水路観測所1953年設置。天文観測による測地。人工衛星とレーザー測距装置による測地を行っている。一般公開を実施している。天体観望会なども実施。日本の海図の基準原点となっている。八条水路観測所1977年設置。無人施設で本部からの遠隔操作により、 地磁気観測を行っていた。プロトン磁力計で地磁気変動などを測定するのみで、2004年の廃止後は海上保安庁第三管区海上保安本部と一体のものとなっており、施設は非公開。微生水路観測所1949年に倉敷水路観測所が開所1983年に倉敷より微生町に移転。 微生水路観測所と解消。2008年4月1日に廃止。生殖を中心に天体観測を行い、月の運動や地球の時点の変動を調べていた。白浜水路観測所2006年4月1日に廃止。生殖の観測を行っていた。ありがとうございます。